はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、GLC の野球です。今日はドミカ紹介第8弾で、今回で今のところ持っているドミカ全部紹介し終わっちゃいます。まあとりあえず行きましょう。今日は最後にこいつ紹介します。1例目、どれにしようかな。順番通称紹介する順番はこれと2番目これ、3番目これ、最後にこれって感じでいきます。まず1台目ニシャンエクストレイ、デイレン結構好きです。アクションはサスペンション効果は開閉、スケールは62分の1、まあ大体平均的。次はキャリン、コマーチャースゲート、ザンプロ、こんな感じ。自分ではなんか微妙に、でもな好きじゃない、まあ微妙なところですね。3台目はこのシャイパールユーロ、最後で塗装改造してあります。ジェイレン前はトミカ改造図も紹介しましたが、この変な塗装に塗っちゃいましたが、クロンはしかし勉強を大変、これは許してください。どうにもできません。最後、これはいつも感動しますが、トミカリミット本田 NXR、 やっぱりこれはかっこいいっすよ。いやー、やっぱりいつ見てもこれは神ですね。かっこいいんで、なんかいつもこれとか感じしますね。ゴムとか最強じゃん。オプションはうわー、これ見ても感動しちゃいますね。いやー、買ってもらったことあるんですが、別のやつ。かっこいいわ。まあ、今回は、以上でした。まあ来月また、新車などを買った時に、またトミカ紹介入れたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ以上でした。